はい、えー、皆さん、えー、こんばんばはくですすよろししお願いしますこのね、タモリさん、タモリ京子さんというね、あのー、大人のフィギュアスケーターの方がいるんですけど、素晴らしいですよ。うん、とても素晴らしいです。1日前に、えー、第3回マスターズ、パティネレジャーカップっていう大会があった。 みたいなんですけど、これですね、1日前に投稿されてる動画、先ほど見てきたんですけど、とても素晴らしかったですね。うん。あの、あの、普通ね、できないですよ、こんなことはね。で、まあ、ジャンプもシングルアクセル。これね、確かに、ね、半年くらい前だったかな、どこの大会だかちょっと忘れてしまったんですが、あのシングルアクセルを入れてきてで、その時がちょっとまだスピードが、 僕が言うのもあれなんですけど、あの、なんだっけ、ちょっとこうバランスを崩していたんですけど、ただ、この6日前の第3回パネ、パティネレジャーカップもそうですけど、とても綺麗に決まってるんですよね。うん。で、あの、ダブルサルコーも入れてきてですね、それが非常に綺麗に、えー、決まりましたね。うん、とても美しく、えー、決まってます。はい。あの、僕も見習わなければいけないと。 思いましたねすごく美しかったですよ。で彼女は、僕はあのジャンプだけじゃなくてスピンも素晴らしいなと思いますね。うんえー、スピンの軸、えー、非常に素晴らしいなと感じました。うん、でなのでジャンプだけじゃなくてスピンもとても素敵だし、えー、それからステップシークエンスも入ってるんですけど、ステップシークエンスもとても素敵だなと思います。スケーティング、最後までスピードが落ちずにですね、 あのここまでやるのは体力的に本当に難しいことだと思うのでもっと注目されるべきかなと思いますね。はい、でえっとまあ演技の左右のバランスっていって氷全体をどういうふうに使っていくのかっていうそういっ左右のバランスも、まあ、とても素晴らしいなというふうに僕は、えー、感じましたんで、えー、彼女、あのー、とても素晴らしいなと思いましたね。 うん。いやー、びっくりです。あの、本当に短い期間ですごい進化、ジャンプも、えー、スケーティングなどもすごく進化されているのかなと、ちょっと僕が、なんか勝手にそうやってちょっと思ってしまったんで、ぜひね、皆さん見ていただければなと思います。いや、こういうね、頑張ってらっしゃる方はね、どんどん応援してほしいなってやっぱ思いますね。うん。あのー、 まあちょっとあんまり今のご時世あんまり良くなかったりするご時世かなと思うんですけど、まあこうやってこう、なんか頑張られてる方、すごく素敵だなという国僕は感じますので、まあ最近もフィギュアスケートのマスターですねで、ね、他の方もマヤ・ヤンさんがね、すごいこうジャンプ頑張ってらっしゃいますけど、スピンも、シットスピンも、ね、見ましたけどね、うん。それなんで、まあちょっとこういう方がね、どんどん、あの、 なんだ、応援されて、応援してほしいなと僕は思いますので、ちょっと今、動画を回しましたね。はい。いや、ほんと素晴らしいです。短い期間でこんな、あの、動画をね、皆さん下の方から見ていくと、進化の,あの進捗状況っていうのがね、確認できますので、ぜひね、見ていただければなと思います。大人スケーター必見ですよ。うん。あの、大人スケーター必見ですし、まあ、大人スケーターだけじゃなくて、子供スケーターも、 子供スケーターというか、スケジュールスケーター、皆さん、あの必見かなとね、ちょっと思っちゃいますね。うん、何せ、僕はここまで体力は続かないんで、あのバランスよく最後までこう体力を維持するためには、相当なトレーニングをしないと難しいですから、まあ、そういった意味でも、すごいと思いますね。はい。以上です。